藤原地球防衛軍。このコーナーは藤原産業の代表取締役社長で、人工の雨を発生させる装置によって砂漠を緑に変え、そして地球を温暖化から救いたいという壮大な夢を語る藤原道弘さんが、夢とその実現への可能性を訴えるものです。青木さん、今後の計画とか抱負はありますか？いや、だから今新しい組織を作ってね、その大阪をもっともっと面白い街にせんとあかんなというのと、やっぱり今社長も一緒やと思うんだけど、やっぱり世界にこう発信する力いうのを持っていかんだかんなとこう思うし、昔大大阪って言われたこと知ってます？大大阪って戦前になった、ほんで東京より人口が多かった時あるんですよ、大阪が。それなんでや言うたらね、その時戦前のやっぱり偉い人やなと思うけど、その東洋一いう人のそのものがいっぱいあったんですよ。例えば吹田の車庫、その貨物のね車庫、あれ東洋一でしたんで、それぐらい大きいんですよ。だから今大阪はね、今そのどういうのそのモチベーションか、それは十分あるんですよ。もっと言うたら大阪の800矢橋で言うやん、あれほとんどは急でやってきたんですよ、急で。だからいろんなこうどういうのその大阪いうのは助け合いする、僕は町やと思ってますけどな。だから助け合いができる町やと思うんだよ。こんな忙しい時にこんだけの人来てくれてる、社長の人からか下がらんのやな。いやいや、これありがとうことですよ、ほんまに。忙しいから無理やわっていうのはね、それは大概言うと思う、多いと思うんですけど、今日本当にびっくりして、こんなに集まっていただいて、こんだけあんた集まってもってお茶も出さんとえらいすまんな。後でお出しする。あ、それが偉い。すまんな、偉い。でしょ、時間が短くて申し訳ないんですけど、これを聞いているリスナーの方々に熱いメッセージをお願いします。突然ですが、熱いメッセージ、もっとあんた自信持ちまようや。これ僕ね、よくねこう最近言うてるんがね、日本でね創業100年という会社何社ぐらいあると思います？これね、アメリカもヨーロッパも大体80社いるんですよ。日本のあんまと2万社生まれて、そんなにあるんですか？創業100年いう会社が。こんなええ国おばっかりな。そのぐらいその日本って、日本人ってすごい力持ってまんねや。それをなんでこんなあれ少々の100年の一度の不況や言うて言うとるけどやな、何を言うてまんねん。100年、創業100年の会社が2万社もある国だっせ、それをあんたみんなもう若い人ももう我々年代もみんなもう自信持ったらええと思うわ。100年言うて簡単に言うけど、100年創業してる言うたら大したもんだっす。これはもう日本の文化やと思うわ。そうですね、これは、僕はそう思ってますね。だからもっと自信持って、ホラーを吹け言わんけどやね、自信持って、もっとこう、声、物議をなすじゃないけどやね、声出して、もっと大きな声出して、みんなに語り上げて、社長はやらんだかも、そら。もっとね、大きい目標をね、そうや、そう。ほんで、みんな応援してくれるかな。藤原さんは大きいね目標をみんなの前で言うことによってやらなあかんくなるからって言って、それがすごい素敵だなって私そう思ったんですけどね。そういうのをそんな当たり前でんやな。それはやるねえで、そんなこと。ほんの奥さんの了解受けなきゃいけないんで、これが難しいですね。いやいやいや、もうどんどん下がるけどやな、家族の協力がなかったらね、やっぱあかんと思いますね。ということでね、皆さん自信を持って大きい目標を言っていってほしいと。そういうことですね。熱いメッセージありがとうございました。今日は青木社長にお越しいただきました。ありがとうございました。どうも、どうも、えらいすまい、藤原地球防衛軍、地球を救うぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。